久保さん、今回座布団の座にしましょうか今回例え話がすごく分かりやすくてよかったですねこれちょっとパクらせていただきますまあ確かに下駄を履いて普通の靴履くとかねもしくはハイヒールを片方履いてこっちやるとかねまあ難しいっすよねそれで同時並行でまあ歩くっていうことをやる難しいっすよねハイヒールとやらないと思いますし だからやまあ、僕はね、やっぱその、なんか一点集中して、ものになって経験値ついたら、それを横展開していく、まあ、タ,スタスクでやっていく、まあ、他のことも応用してやっていくっていうのが、一番効率がいいんじゃないかなと。一、一つを極める、極めたことを横展開で生かすっていう、例えば、Facebook を極めたんだったら、Facebook で極めたことを横展開して、YouTube、ライブやるとかね。 フェイスブックライブを極めました。横展開して YouTube ライブやってます。久保哲郎ですね。なんかそうやってなんかその、ね、久保さんもフェイスブックライブもう何千回やったと思いますけども、今は YouTube の方でやってると思うんですけど、でもそれって応用できるじゃないですか。プラットフォームが変わるだけで、フェイスブックで慣れて、慣れたから YouTube でもできるだろうし、でもそれ、こっちのフェイスブックライブ慣れてない人は YouTube ライブはじゃあで,できるんですかっていうと、多分できないですよ。 ね、なんか YouTube の方が合いますとか Facebook ライブの方が合いますって多分ね合う合わないの問題じゃなくて発信の慣れるかな慣れるかな,慣れ,るかな慣れないかの話なんでだからなんか一つのメディア一つの YouTube だったら YouTube を極めるあ Facebook だったら Facebook を極めるそこに圧倒的に時間を注いで攻略していくっていうことをやるといいんじゃないかなと思いますねいってらっしゃい